はい、皆さんこんばんは、さすらいなきんどです。ですね、この間、前作ったですね、このギアファイター電動ですね、電動を、下出るからで塗るために、下準備をちょっとしました。下出るで塗ってみたいなというのが今回の計画なんですけども、手のところですね、は、黒サフ。この辺もし、ゴールドになるところですね。黒残りのゴールドになるところは黒サフですね。で、全体に、ヤスリをかけて、半ツヤのですね、トップコートを拭いてあります。半ツヤのトップコート。半ツヤのトップコートを拭くことによって、まあ、色のノリが良くなるんじゃないかなということで、半ツヤのトップコート。そして、この辺のですね、色の境界線。肩のところは赤いんですけども、プロテクターが。赤いんですね。ここのところは、ちょっとですね、こういった毛がけ針でですね、筋彫りをちょっと増やし、深くしてあります。あとで墨入れするつもりなんで。という形、あとここのところですね、ここもちょっと塗り分けあるんですけど、これもですね、少し塗り分けしやすいように筋を彫ってありますという形で、下処理を行いました。これにですね、下出るからで色をつけていきたいと思いますけども、今回はですね、全部黒くするんではなくて、まあ、成型色残しとかある程度成型色で残して、それから塗っていくと、まあシルバー系でね、塗りたいところだけは、黒立ち上げにしたいんで黒っていう形で塗っていきたいと思います。これでですね、ちょっと下出るのですね、筆塗りの練習、そしてまあこういったロボットものですね、これ比較的ディティールが、凹凸がはっきりしてるんで、塗りやすいんじゃないかなと思うんですけども、この辺でですね、下出るのロボット系のですね、塗りをどんどん試していきたいなと思ってますんで、こちら、塗っていきたいと思います。はい、ということで、塗装の途中経過がね、こんな感じになります。どうでしょう？いかがでしょうかね？こんな感じになりました。下出るでですね、まあ、塗り分け、黄色だけはちょっと用いらなかったんでアクリル塗料を使ってるんですけども、それ以外は基本的には下出るで、まあ、塗ってないまだねグレー系の色があるんですけども、まあ、ちょっとザクッとねこんな感じになりました。どうでしょう、まあ、筆塗りなんで、例えばこの肩のラインとかね、パーツ分割されてないところは、まあ、筆のラインで塗り分けるしかないんですけれども、どうでしょうね。これは別パーツ、胸とか別パーツだったんで綺麗に塗り分けができました。はい、でやっぱり難しいのはですね、やっぱ白ですね。白ちょっとまだ塗ったばかりペタペタしてるんですけども、白ですね。白がですね、成型色ブルーの上から、白を塗ってるので、どうしてもですね、筆ムラが出るんですよね。何回かこう塗り重ねていっても筆ムラが出るんですけども、これはまあ地道にですね塗り重ねていってムラを消していきたいなと思いますけれども、まあ、最終的にはですね、トップコート半ツヤも拭くので、そんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと思うし、まあ、この辺はですね、まあ、塗装の味と思えばそんなに、気にならないんじゃないかなと思いますね。まあ、塗り、パーツ分割もね、なかなかあるキットなので、この辺の塗り分けはしやすいですね。やっぱグッといい感じになったんじゃないかなと思います。まあ、下出るなんでね、全体的に艶消しになるっていうのもあるんですけども、まあ、塗り分けがね、しやすいキットだったというのもありますね。で、やっぱりですね、難しいのは白ですね。白。この辺のやっぱり隠蔽がですね、何色か重ねないと、何回か重ねないと、まあ、この白は綺麗に出ないですね。まあ、ただまあ筆塗りの味とですね、いうふうに思えばそんなに気にならないですね。うん、本当に気になるんだったら、これも同系色の白をベースにすればいいんで、まあ、サフの白かなんかでねマスキングして拭けばいいんですけど、まあ、そこまでするんだったらもうエアブラシでいいじゃんっていうことになってるんで、まあ、これぐらいでね、いいんじゃないかなと思いますね。はい。で、これでまあ全部の色をですね、何度か塗り重ねていって、で、最終的には、半ツヤのトップコートでコーティングですね。コーティングして、墨入れとかね、一部ちょっとデカールも貼りたいなと思うんですけども、肩の部分とか特にね、このツヤがあると思われる部分は、水性のですね、ニスを塗ってちょっと光沢を出そうかなとかいろいろ考えてるんですけども、意外とですね、うまくいったなという感じですね。うまくいきそうですね。意外とうまくいきそう。この辺のですね、手のところは、いわゆるクラシックメソッドですね、シェードカラーをかけて、影をつけていくというやり方をして、あと本体の方ですね、この辺はシェードかけずに、この辺は最終的には半ツヤのトップコートをかけて墨入れ塗料でしていくという形の方が多分綺麗になると思いますので、まあ下出るオンリーでなくていろんな形のね塗装をですね、まあミックスしながら仕上げていきたいと思っているんですけども、ベースは下出るカラーですね。はい。隠蔽力のある下出るカラーで、まあ、こう筆のね、こう際とかをね、上から塗り重ねていくというメソッドは、確かに塗り分けには非常に便利なんで、いいかなと思います。まあ、隠蔽力は基本的にアクリル塗料とかに比べると高いですね。高いです。ので、塗り分けもこんな感じでできていくので、意外とかっこいいんじゃないかなと。ちょっと渋い感じですね。渋い感じになると思います。
なかなかいいんじゃないかなと思います。で、やっぱり、やってて、作業してて思ったんですけども、下出るカラーは乾燥が早いです。乾燥が早い。で、二つ目がですね、やっぱり匂いが全くないんですよね。匂いが全くないんで、今、だいぶ寒くなってきたんで、部屋閉め切って作業してるんですけども、換気とかをね、全く気づかなくてもいいし、全くですね、鼻が悪いのかと思うぐらい全く取るような匂いがしないので、この辺は非常に ありがたいというか、いい形ですね。まあ、さすがにトップコート かけるときとかは、ベランダ行ってシャーって吹くんですけども、外行って吹くんですけども、それ以外のときはもうほとんど換気いらないし、寒いときにはもう最強ですね、この塗装方法は。という形なんで、まあ、これでですね、スーパーロボット系とかね、ガンプラ系をきれいに塗れるっていう、セオリーがですね、やり方が確立できれば、非常にありがたいし、必ずしも、ね、特にこういった細かいやつは、結局筆塗りすることになると思うんですよ。スプレーかけても、エアブラシかけても。なんで、まあ、基本的に、まあ、これぐらいのモデルが、まあ、筆塗りでできるようになれば、非常にですね、塗りの幅が広がって、いろいろなことをやりやすくなるんじゃないかなと思いますので、ちょっと、チャレンジしていきたいと思いますので、もうちょっとね、塗装の方進めて、次の段階でご説明していきますので、とりあえずまず、まあ、下でろね、ザクッとか塗ってこんな感じになるっていうのを見ていただきました。それでは次の工程に進みます。はい、ということでですね、下でろさらに塗った状態がこんな感じになります。これでですね、まあ、8割か9割ぐらいかな、もう塗り分けがほぼ、完了した状態になった後、まあ、細かいところですね、少しまた、塗っていかないといけないんですけども、例えばですね、この顔のところですね、顔のところなんですけども、ちょっと顎周りのですね、顎の周りの、塗装についてはちょっとですね、モジュレーションっぽく上の方が軽くですね、首の下の方暗くとかですね、そういったことも、ちょっと軽く塗り分けでやってみました。はい、ちょっとね、やっぱムラになってるとこありますけども、これはまあちょっとこれでいいんじゃないかなと思うんで、このままですね、その進めたいと思いますけども、あとですね、この、手と足の部分ですね、この辺についてはちょっとクラシックメソッドですね、いわゆるシェードですね、シェード塗料をかけて、レイヤーでこうハイライトをつける、こういったシェードですね、シェードの塗料をかけて、陰影をつけて、そして、ハイライトを明るめのやつですね、明るめのシルバーで、入れていくといわゆるクラシックメソッドでこの辺は塗りたいと思いますんで、そしてデカールですね、デカール貼っていきたいと思いますね。なんでデカール貼るかというとですね、やっぱ下デルで塗ったプラモデルってやっぱりちょっと境界線がぼやけて、なんて言ったかな、はっきりした感じじゃなくなるんですよ。なんかぼやっとした感じになるというか、ちょっとね、淡い感じに全体がなってくるので、それだとちょっとね、ピリッとした感じが出ないので、ちょっとデカールでですね、メカっぽさをプラスする。ですね。で、トップコートをかける。で、デカールと、まあ、色を安定させた後に、最終墨入れして、さらにですね、境界線をパッキリさせるというプロセスを踏んだ方が、多分メカとしてはね、締まりが出ると思うんですよね。そのままだとやっぱちょっと、この柔らかい感じね、特に塗り分けについて柔らかい感じが出るんですけども、そういった感じを狙ってやるならいいんですけども、ロボットものですね、特にメカモンについては、ちょっとですね、ピリッとこう、締まるポイントを作っていかないと、全体が、淡くなってしまうんで、その辺はちょっとやっていこうかなと。で、最終的には、トップコートの反ツヤを吹いてですね、反ツヤを吹いてしまうと、まあ、墨入れとかね、ウェザリングが可能になってくるので、そこからまた少しですね、汚しを入れて、本格的にリアル感を出して仕上げていくというプロセスでやってみたいと思います。ちょっとね、シェードかけてみますね、次。この手足の部分ですね、に、下出るらしいね、手法のシェードをかけて、明るいところをハイライトで、こういったレイヤーでかけるという、ちょっとクラシックメソッドですね、いろんな手法を混ぜて、作っていきたいと思いますんで、やってみます。はい、工程の方進めました。まずですね、こちらシェードですね、手足の、このパーツにですね、シェード、こちらですね、シェードをかけました。なんでちょっと影ができたんで、これにですね、また、塗料を重ねていきたいと思います。こんな感じですね、影の部分にこう塗料が入った感じですね、になりました。はい、そしてあと本体の方ですね、はデカールをちょっと貼りました。ちっちゃいデカールなんですけども、特に、濃い部分には白、白い部分に赤のデカールを貼ってますね。はい、こういった感じでですね、少しデカールを貼っておくと、ちょっとメカっぽさがですね、強調されて、いい感じになるんじゃないかなと思います。そのままのね、全体のぼやっとした感じを、ね、引き締めてくれる役割があるんで、まあ、切り抜くとたくさん貼ってしまうデカールなんですけども、こういった感じでですね、ポイントポイントで貼ると、全体が締まってですね、メカっぽさが増すという形になるので、これもまた筆ムラをね、気にならなくする
方法じゃないかなと思います。あと細かいところなんですけども、ムラが出るところに限ってですね、ムラが出るところを狙ってデカールを貼った方がいいと思います。まあ、こうデカールを貼ることによってですね、非常にメカ感が出てですね、筆ムラがね、不思議とね、そっちに目がいて気にならなくなるっていう現象があるんで、これはちょっとおすすめですね。ちょっと小さいデカールですね。特にメカモンに関しては、まあ、電動にデカールの設定はないんですけども、まあ、メカというふうに見なして、こういったですね、細かいデカールを少しピンポイントにですね、貼っていくと、全体が締まってですね、非常にメカ感が上がるんじゃないかなと思いますね。はい。こういったのは、どうかなと思ったんですけども、なかなかいい感じなんで、おすすめしたいと思います。はい。筆ムラが分かんなくなりますね。ちょっと、いい感じだと思います。はい、それでは最終段階ですね。透明保護のためにですね、半艶のトップコートを拭きました。こんな感じになりました。まあ、ちょっとね、やってみた通りですね。先にやってみた通りですね、半艶のトップコートでもですね、慎重にザラ拭きすれば、塗料が溶けることはなかったですね。でデカールの、まあ、定着が良くなって馴染みも良くなって、こんな感じになります。このスケールだったら、まあ、あんまりそんな墨入れする必要はないと思いますね。墨入れとかはしなくてもいいんですけども、あと少しですね、少しマリアル感を出すために、ウェザリングを、まあ、ススとかですね、足元に少し、足元とこのタイヤのところですね、に少し泥の汚れを足して最終仕上げにしたいと思いますけども、なかなかいい感じに仕上がったんじゃないかなと我ながら思うんですけど、いかがでしょうかね。まあちょっとね、シタデルの通常の塗りと、まあ、シタデルのクラシックメソッドの合わせ技になるんですけども、そしてまあいろんな塗料を組み合わせて、まあ、デカール貼ったりして、こんな感じになるんですけども、なかなかねいい感じになったんじゃないかと我ながら思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。なかなかいい感じじゃないかなと思います。最初ですね、コートしたので、これにウェザリングカラーとのですね、仕上げをかけて仕上げていきたいと思います。なかなかいい感じに仕上がりそうです。はい、ということですね、これが最後の段階ですね。最後の段階、ミスターウェザリングカラーですね、サンディボッシュとホワイト、まあ、ススのですね、ホワイトを、ちょっと軽くですね、軽く入れてみました。わかりますかね、この辺のところとかですね、まあ、足のところですね、足のところで、まあ、タイヤのところはちょっとサンディボッシュかな、ススですね、ススじゃなくて泥ですね、入れてみたんですけども、やっぱりですね、なんて言ったらいいのかな、あんまりですね、こうたくさん入れすぎるとスケール感が一発でなくなってしまうので、かなり抑えめに入れていったんですけども、まあ、かなりですね、抑えめにこう泥のたまるところとかね、汚れるところにススを、まあ、下半身を中心に入れてみました。足のところとかですね、タイヤのところのですね、この泥の汚れはですね、あんまり入れすぎると非常にわざとらしくなるので、ちょっと難しいんですけども、かなりですねスケール感を考えて抑えめに入れて、こんな感じになります。まあ、入れては拭いて入れては拭いてをですね繰り返しながら、まあ、あんまりですね、私ウェザリングをたくさん入れるのは好きじゃないというか、嘘っぽくなるので、かなりですね、この電動の大きさに合わせた、そして下の方がですね、まあ、できるだけ汚れているようにですね、入れてみましたけれども、なかなかですね、バランスが難しいですね。まあ、これ大きいロボットなんで、そんなにですね、ガツガツにこう、汚れがですね、溜まって見えるのはおかしいと思うので、その辺もスケール感はしましたけれども、こんな感じになりました。で、肩の方ですね、ちょっとツヤありにしようかなと思ってたんですけれども、飛行機飛んでるな。肩の方はですね、ツヤありでニスを塗ろうかなと思ったんですけども、まあ、全体的なバランスを考えると、まあ、ここだけピカピカ、まあ、結構光沢が出たので、まあ、これでいいかなと。この辺もまあ全体のバランスですね、大きさのバランスとかですね、見た感じのバランスを考えて、調整していくのがいいかなと思います。あんまり、ね、違和感が出ないようにっていうのが、大事だと思いますので、この辺も足のところもね、これぐらいの本当に汚れ入れがちょうどいいんじゃないかなと思いますんで、こんな感じでやめておきましたが、いかがでしょうか。ということで、まあ、いろんなですね、塗装ですねとかコート汚しをですね組み合わせて完成した状態がこちらになります。それではですね、ちょっと完成状態の方もご覧いただいて、ちょっとですね下出るカラーでね、塗装をするというのの参考にしていただければいいんじゃないかなと思いますね。今回ですね、下出るカラーでギアファイター電動塗ってみた、こんな感じになりましたので、最後出来上がりの動画を見てお別れいたしましょう。それではさすらいなきんどでした。仕上がり動画の方、見てやってください。それではさよなら。